ユネスコ無形文化遺産登録に向けて群馬の温泉を楽しむぞ。おナシイカ発生亭の代表は深澤さんです。よろしくお願いします。ナシイカの移り変わりみたいなところってやっぱり苦労されたところとかってあったんですか？まあちょっとそのままじゃちょっとダメだなっていう自分の思いと、はい、父がそれでいいという思いが一致しなかったので、はいはい、まあ、喧嘩しながら、うん、自分の思いを貫き通したというか、はい、それ何のためかって本当にお客様ファーストで、はい、あの手この手を考えた結果が今のナシイカっていうことですもんね。そうですね。ナシイカの、はい、立ち位置みたいなところってどんな風に考えてらっしゃるのかっていうのを伺えたらと思うんですけど。温泉地ではないので。はい、なるほど。一軒宿なので、はい、ありそうです。そんなたくさんは、うん、なるほど、はい、自家源泉が自分家にありますと、源泉ありますよっていう家は少ないとは思うので、はい、それを大事にしていかなきゃいけないなと思う。生かすも殺すもそうなると、はい、代表次第みたいなね。なるほどね。その辺のだから苦労はすごいなと思ったんですけど、そこをこのアイデアと行動力と、はい、なんか DIY 力で突破した感がすごいなと思っていや、その辺のなんかあれはバイタリティっていうんですかね、これどこにあるんですか、何ですか。大したことはないんです。いや、大したことあります。でもなんか俺あの竹の話聞いたらね、竹を裏山で拾ってきて、でそれをこうあれですか。そうですね。言わなきゃあんな分かんなかったもんね。あれもう本当にどっかの業者さんの仕事だもん。その辺のバイタリティのだから根っこはご自身の方そんなにあれですか。バイタリティそんなないですよ。いやでもね、このなんかね、喋り口調ともうなんか真逆ぐらいに、じゃおかしいっすよ。なんか大したことないふうに見せんのがちょっとずるいっすよ。あれ大したことありますよ。結構な衝撃を受けてそのルーツなんか伺いたいなと思ったんですけど、あまり僕仕事好きじゃないんで。でもなんか生き生きと、さっきね、あの中見させてもらった時生き生きといろんな説明してくださって、あの部屋も一個一個もうバカみたいに広いじゃないですか、はい、やっぱりゆっくりできないんですね、僕は、はい、狭い部屋は、うん、なので自分のやっぱ経営者の色が出ちゃいますよね、はい、なんかね、部屋の広さ一個にしたって自分家の家よりも狭い部屋には泊まりたくねえだろうとか、はい、お酒も飲み放題で全部料金に入ってるっていうことで、気にせず好きなだけ飲めるとかっていう気遣いのところが、そういう至る所のこだわりが本当になんかすげえなって、うん、自分が泊まるのを想像すると、はい、そのあれだけサービスが行き届いてるとなんかストレスなく泊まれるというか、なんかもう本当にこう体を癒すことに集中できるというか、それがなんかすごい整ってるなと思って、うんうん、まあ批判はいっぱい浴びましたけど、はい、うん、結局そのあんなそんなのが旅館じゃねえだろうとかって上位同業者に言われたりとか、それこそ居酒屋のやることじゃねえかみたいなことだったりね。なるほど。そんな持って行って初めてサービスだろうとか、はい、そういうことを言うの人はいっぱいいましたけど、家族もそう言ってましたもんね。ちょっと待ってから、いやだからなんですけど、再度繰り返しになりますけど同業者にも、言われて家族まで反対されたら普通間違ってんのかなってなっちゃうのに、突き通せずそのバイタリティは何なんですか。自分が行きたい宿を作っているのと思ってるんですね、うんうんうん、まあ、できないこともありますよ、うん、条件的に、うん、そこまでは無理だよっていうこともありますけど、はい、自分が泊まってみたい宿っていうのが理想なので、はい、今ちなみにこのナシイカ発生亭は、はい、その自分が行きたい宿のどのぐらいまでたどり着いてるんですか。6割ぐらい。面白い。じゃあまだまだ4割やりたいことがあって、ああ、ありますね、それはいろんな部分で手が行き届かないから、これからの野望っていうことで。なるほど。